車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。前回に引き続きドイツからお届けいたします。今回は1年半ぶりぐらいにやってまいりましたマンソリー、こちらの様子をお届けいたします。今回だいぶすごい車が入ってるんで、かなり濃い内容になりますんで、ぜひ最後までお見逃しなくということでお届けしたいと思います。さあ、というわけで今回のマンソリーのラインナップはこんな感じ。これやばいですね。今いろいろ車を出してくれるみたいなんで、一番最初に紹介できそうな車がとにかく大変なことになってます。ご覧ください、ベナタスクーペ。これ僕正直1,2 を争うぐらい見たいですよ、ね、見たかったやつ、ね、ウルスのフルマンソリーで、なおかつ2ドアになってると。やばー。そして今回はですね、旅のメンバーにフルマンを命名したフルマンソリーをフルマンで日本に流行らせた男、飯村店長がいるんで。すごいね、これやばいっすね。これを今から見せてもらえるそうです。これしかも最近インスタに上がってたやつですよね。まあ、まず外観から、まあ、ベナタスって言ってそのウルスのマンソリーフルキットが全部こうやって組まれてるわけなんですけど、今回の車は2ドア化されてるんで、もうエアロも専用形状ですよね。これドアも交換されてるですよね。ドア交換されてる。ドア長くなってんすか。長くなってますよね。だクーペになってるんで、あ、そうっすね、これガラスとかどうしてんすかね。ガラスも作ってるドアも長くなってクーペスタイルになってると。そして専用のセンターロック風のホイールと、あ、これ8台限定なんですか、ベナタスクーペって。で、外装は全部もちろんカーボン、全部カーボンなんですけど、このグラフィックがチェーンのグラフィック入ってると。入ってるんですけど、もちろん全部カーボンです。で、ドアも、このクォーターも、吸い込もう。あ、これだけワイドになってるってことですか、ボディが。そうだね。ダクトがついてるんで。なんかもうアベンタみたい。そして後ろはもう全部シーピラーのところのカバーもウィングもこんな感じで、そしてリアバンパーは普通のウルスのキットに近いかな、でも出口はちょっと違う気がします。で、もう直感です。すげえ。そしてインテリアは、わあ、すげえ。まずドアがめちゃでかくなってるっす、これ。そして全部張り替えで、あ、これパンチングも全部オレンジ色なのもそうなんですけど、イルミネーションも入ってるっすね。そして中は全部ダッシュボード、ドア、そう張り替え。そして後ろはこれ、あ、これ乗り込めるようにこれ倒れるようになってる。すげえ。普通のポルシェとかクーペの車みたいなシートの構造に変更されてます。で、全部この辺もカーペットも全部レザー。そして後ろの座席はこんな感じで全部張り替えとクーペで、後ろはちょっとドアの面影が少しだけ残ってる感じです。ただちっちゃくなってるっすね。これはじゃあ紹介しきれない紹介しきれなくないですか。何がだってか、何が変わってるんですかって言われたらもう全部じゃないですか、これ。もうそもそもだってベースが何なのかわからないっていう、ウルスの何かわからないっていう。だってランプル以外全部変わってますもんね。ボンネット、フェンダー、バンパー、ドアまで変わって、ランプとだからピラーぐらいじゃないですか、変わってないというわけで、これもう本当にマンソリーのインスタとかに、ホームページとかにも詳しく載ってるんで。どっちにあるかって、これマンソリーのロゴが入ってるガラスに。え、こっちは後ろ本当だ、すげー。え、じゃあ登録いけるんですかね。いや、でも E マークは入ってないからドア延長して、はい、だここはノーマルだね、ランボルギーニのマーク入ってる。ここからリア20センチブロックずらして、そうっすよね。こんなにだってスカフプレートのここの隙間ないですもんね。すげえ。これはすごい。というわけで、じゃあもう一回最後一周ちょっとお届けしましょう。これはやばいね。
というわけで、ウルスのクーペのクルマンソリーだから、もう本当に普通のウルスどころか、もう普通の車じゃ満足できない人が頼む車ですよ。バンクも全部、バットだけじゃなくて両サイドも全部レザーで全部張り替え、クーペ、あ、ここにも刺繍が入って、でここも全部張り替え、で絶対触媒が入ってない匂いがする。絶対入ってない、絶対入ってない、絶対入ってない。あのこれ級のぶっ飛んだのがもうバーってこう並んでるんで、マンソリー多分知らないっていう方は、もうこのチャンネル見てる方はいらっしゃらないと思うんですけど、前回も濃かったですけど今回ヤバすぎますね。で他にも見せてくれるっていうことなんですけど、多分紹介しきれないと思うんで、ずらずらずらっと紹介したいと思います。465のフルマンソリー、もう全部ドアパネまで入って、こうイエローにオールペンされて、えらいごっちゃになってると。これ内装も全部やってあります。そして他にももうカリナンがあったりとか、ファントム、ロールスの EV スペクター、これもフルマンソリーです。全部このフォージドのカーボンで、なんかさっき言ってましたけど、テールランプも分解してマンソリーになってる。で、EV モデルなんで、稲妻マークが入って、こちらにも全部引き直して、全部やり直してると。こんな、ちょっと情報量が多すぎて。そして、こっちは、GLE63 のフルマンソリー。これ普通に見えちゃうもんな。これも相当えげつないですけどね。そして他にも、RA6 とか MC20 のフルマンソリー、この絵も確かインスタかなんかに出てたやつだったと思います。こんなんすからね。すげえ。ちょっとあの一泊して全部撮りたい。レンジのフルマンソリーに、もうスペクターがもう一台。でも前回来た時もそうですけど、もうフルマン待ちの車がもう山ほど入ってるという SF の、これもインスタ出てたやつやばいよね。これすごいね。後ろだってウィング繋がってるからね。繋がってる。これがあったりとか、もうスペクター多いな。で、465の G63 あったりとか、カリナのシリーズ2も多分これから作業が始まるんじゃないでしょうか。シリーズ2が2台普通に。あの、ちなみに僕今日初めてこれ見ましたし。僕も初めて見ました。これやっぱりちょっと実写見ないとダメね。そうだね。うん。なんかあの、発表された時に、って思ったけど、うん、かっこいいでやっぱね。現車見るとね、やっぱり印象だいぶ違う。特にこの下側の細かい感じは、うん、写真とか動画じゃあんまり、動画撮っといてなんなんですけど、伝わりにくいんで、これ、あの、ぜひ、あの、実車見た方がいい。ブラックバッジなんだね。あ、そうなんだ。うん、というわけで、こっちも。黒のシリーズ2と、白のシリーズ2。で、他にもこう、見てください、これ。ふわーっと。はい。これ 4x4 のフルマンソリーです。13年ぶりに来て、興奮してます。俺、1年半ぶりぐらい来たけど、めちゃくちゃ興奮してる。やっぱりすごい、これは。ちょっとなんかもう、規格外すぎるね、マンソリー。だそれこそさっきあの、一番先頭に飛ばした GLE63 が普通に見えるから、ね。普通に見える。うん、ちょっとおとなしいからな、あれなら日本でも見れそうな気がする。けどあれ日本に持ってったらみんな振り返るよ。振り返るよ、ね。やべえこれ。すげえ。やば。いやもうちょっと語彙力がないからもうすごいしか出てこない。言えない。これは今持ってきてくれたこれは 463A のフルマンソリーというわけで、もう全部これも変わってるっすよね。ボンネット、フェンダー、ヘッドライトのその周りもグリルもバンパーも、なんだったら。このタイヤの上のこのオーバーフェンダーのところも全部変わってて、全部オールペンですよね、グレーに。で中はこのなんてティファニーブルー的な、ティファニーみたいなこの内装線張り替え。そして今回の車、はい、観音開きということでご覧ください。すげえ、これはやばい。だからここがへこんでるんだね、ちゃんとね。そういうことか。で、リアシートももうカーペットから、このフックから、マットから、全部張り替えて、パンチングもこの複雑な形状のパンチング。そしてこれ、スターライトも入ってんのかな？スターライトヘッドライナーも入ってるっすね。
で天井も総パンチング天井で、こんな感じでリアも全部で、マンソリーこのピラーのカバーが出てるんで、今回フォージドカーボンですけど、全部このピラーのピラーモールのカバーか、これも全部装着されてて、ウィングもついてて、あ、ソフトクローズもついてる。うわ、すげえ。そしてリアの背面タイヤに関しては、もうここもそうだけど、なんとこっちもカーボン。で、リア板も変わってて、あの P850 なんで、これ850馬力じゃなかったっけ？そうですね。そうっすよね。850馬力。笑っちゃうな、もう。いやー、ちょっと久しぶりに来たっすけど、痺れるっすね、これは。すごいわ。日本で走らせたくないっすか？走らせたい。走らせたいっすよね。これもう全部っすからね、だって内装とかも。こういうスイッチ類なんかも全部分解。エアコンも全部。こういうハンドルのスイッチ類なんかも全部全部分解して、ペイントしたり、レザー貼り直したり。コラムなんかは塗り直しっすかね。でも他のところは全部、こういったところもレザーで全部貼り直してて、あ、消火器がついてる、全部やり直してると。で、スタートボタンはやっぱり上に移植されてて、新しくカバーがついてるかな。はい。で、レザーの質感めっちゃいいんですよね、やっぱり。こんな感じ。前回りはこのグリルとヘッドライトのこのカバーがもう一体になってて、ボンネットももちろん交換、ウインカーのこのカバーも、そしてマンソリーが確か一番ワイドなんだよね、フェンダー。そうだね、あんまりも L2 入ってる。へえー、あ、本当だ、明るくなるよ。これはすごい。さあ、そして皆様お待たせしました。ついにこちらをご紹介します。なんと、あのつい最近発表されて、もう世界中の車好きの度肝を抜いたプロサングエのフルマンソリーパグネーターでございます。すげえ。全部このレッドカーボン、フォージドカーボンで、多分クリアが赤いの吹いてあるんじゃないかな、というこんな仕様になってます。ウィング、トランク、スポイラー、テールランプのガーニッシュ、リアバンパーはフルガンで交換です。で、当然マフラーもおそらく直下になってるんじゃないでしょうか。で、ディフューザーも下側もこんな感じで、はい、あ、これやっぱりセンタールック風ですけど、普通の補欠のデザインですね。で、これ今ちょっとあのまだ整備中ということで、今回外には出せないということでピットの中で投球してるんですけど、中も全部張り替えて、これは同じく多分光るパンチングじゃないかな。ドア張り替えて、全部カーボンで、ダッシュも全部張り替え、バイザーがなんかベースボールステッチで、しかも赤だから本当に野球ボールみたいになってる。そしてルーフはこれパンチングなんで、多分スターライトになってるんじゃないかな。そしてシートだったりも全部張り替えで、シートベルトなんかも全部マンソリーの刺繍入りのシートベルトになって、パグネーターのエンブレムも入ってる。あ、ここにもマンソリーの、はい、ロゴが入ってる。前はこちらです。えぐー。というわけで、これも全交換、ボンネットもフェンダーも、まあ、おおよそトロサングの形を残してるんですけど、もうほぼ別の車に作り替えられてるということで、ボンネットもフルドライカーボンのこのクリア赤く吹いてるやつで、バンパーもフルバンで交換。普段いろんな車を晒していただいてる飯村店長も感心する。いやー、ほんとほんとすごい。これはもうほんと映像で撮っててなんなんですけど、写真とか動画じゃ伝わらないことで、ほんとに自動車メーカーだよね。そうですね、オーダーメイドの、うん、本当にあのマニアックというか、もう究極を求めるお客様へ向けた、そういう車作りができるメーカー。なかなかこれを購入できるって方は本当に世界でもそんなにいらっしゃらないと思うんですけども、ぜひこのマンソリーの世界観、
もうなんか派手すぎるとか、もうそういう次元じゃないんですよ。作品なんて、ここに共感できる方は、ぜひ所有していただきたい、購入していただきたいと思いました。さあ、続いてはですね、SNS、Thank you。SNS で、ミスターマンソン映画。はい、そういう。いや、ナイス、はい、はい、はい、まさかのミスターマンソリーが登場しました。ちょっとミスターマンソリーが登場してちょっと若干取り乱しちゃいました。一緒に写真撮ってもらっちゃいました。というわけで、これあのごく最近のインスタにアップされてた車ですね。で、前に青い、この青バージョンも作ってたんですけど、それを今度新しくまた別の個体で、このグリーンっていうのかな、エメラルドグリーンで、これ全部塗装、あ、っていうかもうパネル交換ですもんね、これ。顔面も交換。で、しかもすごいのが、この目の大きいブロックのカーボンなんですけど、これ上行くと、ご覧ください。ここわかります？ここ。全部こう、3D 形状になってて、こうダクトに入るようになってる。これ多分純正でこんなになってないですよね、多分。そしてバンパーも全部大きいブロックのカーボンで、でホイールも当然マンソリーになってて、そして内装も全部張り替えて、で今ちょっとパーツをやり直してるみたいで、ちょハンドル外れてますけど、こんな感じで、いやーこれすごい。だってベースのフォード GT が取るなんかとてつもない金額なんですよね。そうですよね、ベースだよ。だセマショーで確か1回2回見たくらい、そのレベル。世界にも多分台数相当少ないと思うんですけど、それがもうマンソリーで、少なくとも2台車になってる、青いのと今回のこのエメラルドグリーン。いやーこれすごい。うわすごっ。なんか限定車らしくて、両サイドにこのデイライトなのかな、そうデイライト仕込んであって、でしかもちゃんとなんかこうバンパーの中に埋まってるから、表面は真っ平。確かに取って付けた感ない、真っ平で。これかっこいいね。で今これショールームちょっと改装中なんですけど、前回来た時はここにハイパーカーとかスーパーカーとかこうしこたま入ってて、全部カバーがかかって、ちょっとそれは撮影不可だったんですけど、今回はなんと1台カバーをかかってた、こちらを見せていただいたら、なんとファントムシリーズ2のコンプリートだった。そしてこの新しいデイライト、うわうわすげえ、うわ、ドアも全部イルミネーション付きのこのパンチングに全部張り替え、半端ねえ。天井のこのスターライトもやり直しだよね。増えてるもんね。いや今実はあの撮影しちゃダメなやつちょっと見せてあげるねって言って裏に連れてきてもらったんですけど、あのもう存在すら教えてもらえなかった296がなんとフルマン止まってるという。これもすごいな、この触覚みたいなウィングとフルバンで交換。当然マフラーも多分直感になってんじゃないかな。でこれはワイドボディにはなってないんですけど、各部このアドオンのカーボンのパーツがこんな感じでついてて、ミラーとか。最近ちょっと天気が悪かったんで、多分その影響でボディはちょっと汚れてますけど、こんな感じ。いや296こうやると全然違うね、スタイリングが。別の車に見える。ユーロってこうマルンとした感じが、ね、うん、ちょっとクラシカルなシルエットじゃん。かっこいい。あそこのフェンダーのダクトがこう強調されるだけで全然違った車に見えるね。全然いいね、かっこいいね。これかっこいいな。これ中とかまだあの完成してないそうなんで、前からのショットだけですけど、もうとにかく全部フォージドカーボン、バンパーもグリルもボンネットもフェンダーも、でドアもワイドになってて、フェンダーもワイドになってる。内装もさっきチラッと見せてもらいましたけど、ちょっとラベンダー色みたいな、めちゃくちゃオシャレな内装で、ちょっと見えるかどうかわかんないですけど、シートの形もやっぱり漏れなく変わってる。さあというわけで2時間ぐらい、いやもっと多分もっと見せてもらった、11時だから3時間ぐらいあのマンソリーをいろいろ見せてもらいました、はい、あの動画でお届けできない中とか、あとこれから の, あのコンセプトカーとかもいろいろ見せてもらいましたけど、飯村さんどうでしたか。多分7、8年ぶりなんですけど、まあ、相変わらず車の量がバグってるし、前僕が知ってる中でここはこうだったのになっていうところも作業場だったりとか、いやもう多分作業がもう追いついてない感じで、どん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 やってるっていうのはすごい感じました。
まだまだ進化してる途中な感じなんですけど、進化してます。初めて海外出張、初めてドイツの、はい、初めてマンソリーの高橋君はどうですか？いやーぶっ飛んでますねいい意味で日本から見てるのとやっぱり全然違うよね。違います。現地で実写を、はい、見て、はい、その職人さんに話を聞いたりとか、はいはい、まあ、その辺がっていうのもまあ見れないので、はい、まあ、ぜひねこの文化を日本にお届けしたいと思いますんで、高橋君頑張ってください。はい、はい、そして内山店長もだいぶ久しぶりのマンソリーでしたけど、はい、どうですか？13年ぶりですかね。だからもう13年ぶりに来て、マンソリーの扱ってる車種がもう全然もうグレードが変わってるっていうのもあったんで、なんだろう、異次元本当に言ってることが本当に規格外すぎる。みんな語彙を消失するよね。やばいとかすごいしか本当に、うん、僕らのやってるカスタムって全然なんだなって思っちゃう。なんかもうライトなカスタムに思えちゃうぐらい そのぐらいのハードなことをやってるというか、だから本当やっぱりマンソリーってもうドイツだと自動車メーカーそうね、うん、だからなんかもうやってることがもう本当車作り、うん、ガラス作るとかありえない。車でも20センチドア伸ばすとか意味がわからない。車通り越しても芸術作品ですよね。だからもう、まあ、あらゆるものないものは作るっていう感じで、ベ、はい、ースなだけで、うん、もう中身も外身もガラッと違う感じがする、うん、というわけでこれからもいろんなマンソリーのすごいのをお届けしたいと思いますので、じゃあ頑張っていきましょう。頑張っていきましょう、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあというわけでマンソリーの予想をお届けしました。ボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。